こんばんは。野球好きの集まるお店へようこそ。今日も素敵なお客様に来ていただいてます。村田真一様、斉藤正樹様、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回のテーマなんですけれども、10.8。こちらについていろいろと聞かせていただきたいんですけれども、やはり国民的行事ということで、お二方の記憶の中にもかなり鮮明に残っていらっしゃると思います。もうあれ何年前ですか？ちなみに。94年でしょ？はい。27年前なの？そうですね。27年前です。いまだに言われるんだもん、嬉しいね。ありがたいね。いやですよね。本当に。まあその当時のちょっと詳細の方を詳しくご説明をいたします。1994年当時、69勝60敗で並んでいた巨人と中日との優勝決定戦のことで、関東地区の視聴率はなんと 48.8% を記録した伝説の試合だということは、そちらの伝説の試合に参加をされていたお二方でございます。これ実際問題、名古屋球場とその東京ドームだったら、どっちの方がやりやすかったんですか？絶対ね、ホームの方がやりやすいはずですよ、ね。そりゃそうでしょ。絶対ホームよ。球場の雰囲気っていうのはどんな感じ？いや、もう異様な雰囲気だったよ。もう行ったら、まず俺人生で一番マスコミの数、メディアの数。すごい。日本シリーズなんか目じゃないと思ったよ。だって中1の三塁側ベンチに出た瞬間に、で、ワイドショーの人がいっぱいいんのよ。みたいな。だって、結構、ずわーだったよね。なんでこんなにカメラがあんの？何？ワイドショー来てるの？みたいな。いや、もう、イチロー選手も感染してた。ああ、そうやね。ですよね。すごかった。なんで 48.8% ということは、日本の人口が1億2000万人としたら、6000万人の人が見てたわけですよ、ほぼ。それぐらいも関心事だったということですよ。日本シリーズでもそこまでいかないですから。俺は、いまだにあの日が一番すごかったと思うよ。でも、あそこで勝ててよかったんですよ。負けたら、今の俺はないと。あれ、勝ったから、こう、いろんな、こう、続きがあったんだと思うけどね。あれ、なぜ勝てたんですか？勝因っていうのは、どっかあります？やっぱターニングポイント的に。それはやっぱり斉藤でしょう。おー、来たー斉藤があそこで同点で止めたところでしょう。いや、そうですね。でもやっぱりどういうの後々聞いても、巨人と中日の温度差もあったと思うの。ほう。だって、巨人は、牧原、斉藤、桑田にもう準備してたわけですよ。3人の新人や。はいはい。で、中日は監督かな？はい。だから普段通り野球をしようっていうのは後で聞いたんだけど、巨人軍は絶対負けられへん。絶対勝つんだっていう、そういうのあったよね。そこの、勝利の執念の温度差というのがもしかしたらあったのかなと思う。いや、だから僕、そうなんですけど、中日はでもそれまでガーッと追い上げてきたわけですよ。だから、調子いいんだから、そのまま行こう。なるほど。僕、その監督の気持ちもわかるんですよ。余計なことしたくない。今までガーッて行って追いついたんだから、今までやってきた野球をやろうっていう考えもわかります。わかりますよね。だけど、だから逆にジャイアンツは、あんまり調子良くなかった追いつかれたわけだから、中嶋監督としても、いや、もう何でも好きなようにガーってやっちゃえみたいなのはあったかなと思いますよね。なるほどね。どっちが悪いじゃないよ。それぞれの考え方。そういうことですね。その当時、中嶋監督。中嶋監督はどんな感じだったんですか？いや、監督がすごいのね、よくカツカツカツってよくそれがすごいミーティングのこと話題になってるけども、はい、練習中にね、はい、もうみんな選手はもう寡黙に、もう全然喋んないよみんな。はい、もう練習してるわけ。その当日ですか？当日。はいはい、監督は、俺 T したの、こうやってね。はい。そしたら、笑いながら、また、始まるな、来たな。ああ。大リーグ勝てるから、うん。プレッシャーも何もないのかなみたいな。でも気は楽になりますよね。だからもう、なんかすごく楽しそうにさ、もう覚えてる。そんな楽しいのみたいな。こっちはさ、ドキドキしてるわけじゃない？監督はなんか楽しそうに、今日という日が来たっていう、街にもあったみたいなさ。なるほど。だから一つ間違えたら、考え方によっては、チャンスもピンチになるし、ピンチもチャンスになることですもんね。このピンチを、ある意味チャンスに変えようよということだとは思うんですけれどもね。そこに関してどうですか？全くその通りで、まあ、監督のその内心は分からないじゃないですか。でも、僕たちが見る監督っていうのは、もうやっぱり本当にワクワクした感じで、で、やっぱりファンの人とか、その報道陣とかを意識して、そういうふうにしてるのかどうか分かりませんけど、本当にこう、普段通り、普段以上かな。普段以上じゃない、ね、そんな感じでしてました。でも、本心はドキドキしてたのかもしんないですけどね。でもそれは分かりませんけど。だから、でやっぱり選手っていうのはやっぱり当然不安だったりするわけじゃないですか。だから、やっぱりみんな黙って練習してたと思いますけど、なるほど。まあ監督はまああえて、そういう、まあ僕たちをそうやって和らげようとして、そういう表情だったのかもしれませんけど、まあやっぱりそれはありましたね。僕も同じことを感じましたね。いざ本番です。やっぱ先発が槙原さんですよね。これはもう決まってたんですよね。うん。だから前の日に、槙原さんと桑田は呼ばれてるらしいです、長嶋監督に。なるほど。で、僕も呼ばれたっていう説はあるんですけど、僕は呼ばれてないです。これ、斎藤さんはその前の試合に投げてるんですか？そうです、6日ですね。6日に投げてるから、もうないだろうと。はい。まあでも、当然あと1試合ですから、当然ベンチの仲間としては入りたい気持ちはもちろんありましたけど、みんなで戦うっていうのはありましたけど、実際投げたくはなかったですね。投げたくはなかった。その大一番で。ただベンチにはいたかった。なるほど。槙原さん、桑田さんは言われていたと。僕が思うにはですよ、勝手な想像ですよ。長嶋監督の中には、要するに槙原さんの先発で、まあ、5、6回行ってくれて、で、桑田につないで、で、この2人で、まあ、終われたらいいなというふうに思ってたんじゃないかなって思ってるんです。なるほど。4回、5回は、まあ、6日にも投げてるし、なんか1日だから、あんまり投げさせたくないなって思ってってくれたんじゃないかなとは思ってる。でも、蓋開けたら、あれみたいな。回したら早かったな、みたいな。ちょっとひどかったですけどね。でもね、野球でさ、レントの野球してたから分かると思うけど、調子良くても KO される時あるし。ありますね。うわ、今日悪いなと思いながらでもなんか、のらりくらりと。のらりくらりと、おわ、奈良県まで来ちゃって。それで、だから誰もわかんないから面白いんじゃない？なるほど。あの時、マキ良かったもん。ボール走ってたし。良かったんですね。うわ、これマキちょっと今日ええんちゃうみたいな。でも、結局バット止めたらヒットになったりとか。ついてなかったんですよね。そうそう。でもそこでもうついてないっていうのが分かって、すぐにもう、チェンジされたじゃないですか。斎藤さんに。で、一番長いイニング投げましたよね。5回投げました。ね。その、呼ばれた瞬間にどうだったんですか？一回聞こえないふりしました。長井球場のブルペンがすぐ横なんです。三塁のベンチのすぐ横なんで。で、試合前に、僕と宮本さんが2番手っていうのを言われてたんですよ。要するに、牧さんの後につけということで。はい、でも、まあ、僕と宮本さんで話してたのは、いや、俺たちが投げるってことは、槙原さんが早くやられる時だけだから、それはないやんっては言ってたんです。だけど、2回、うちの攻撃が始まった時ぐらいから多分僕と宮本さんがブルペンで投げ始めたと思うんです。それで、2回裏になって、もういきなりその出番が来ちゃったわけですよね。あそこでホームラン打ったんですよ。ホームランね。ほんま。どうもあれ、ホームラン打てると思います。あれがターニングポイントかもしれない。めちゃくちゃ嬉しかったでしょう。じゃあでもあの試合に関してはもう今までの野球人生の中でも一番印象に残ってる試合だと。僕はね。今後もそうですかねやっぱ。そうだとあれ以上の試合ないと思う。だって比べる試合がないもん。確かに。どっちかなっていうんじゃないもんね。あ、10と8でしょみたいな。他どんなんがあったみたいな。でもさ、今これからね、今例えばじゃあ同率で優勝される試合になる可能性はありますよね。でもその後クライマックスがあるじゃないですか。だからあんまりこうそれに勝ったから日本シリーズ出れないっていうこともあるわけじゃないですか。いやそうですね。そういうんだったらかわいそうだよね。そういう日本ではあまりねそういう思いができないかもしれないと。言わずにつらいよ。言わずにつらい。あれはもう優勝した方がもう絶対日本シリーズだから、だから盛り上がったと思うんですよね。いや、あと、まあ、スター軍団の、その、監督が長嶋さんだったっていうのも、もちろんそうですね。ものすごく大きくないですか。その長嶋さんが、こう、いたからなんとなくメイクドラマが。もう間違いないですよ。だって、それこそカツカツカツのミーティングじゃないですけど、あの時って、まあ何か言ったとか、いろんな説はあるんだけど、僕たちやっぱり覚えてませんよ、そんな、そこまでは。だけど、その最後に、みんなそのミーティングルームを出る時に、わーってなったのは、覚えてんな。それは覚えてます。だから、カツカツカツって言ったと思うんですよ。それでみんな、わーってなって、出て行ったんですよ。なるほど。ミーティングルームを。みんなが一つホテルだと。だからそれは覚えてます。だからやっぱり、あそこで僕たちは長嶋さんに暗示をかけられたわけですよ。なるほど。勝てるっていうね。ああ、そうですね。だと僕はそれはでかいですね。いやー、また今日も素敵な話をありがとうございました。ありがとうございました。またのご来店お待ちしております。はい。ありがとうございました。